今日はセカンドストリートで誰が一番おもろい格好できるか。シンプルにそのもう今日どんだけおもろい、そこの企画だけで誰が一番おもろい格好できるか。値段とかは別に何も決まってません。これはね、この企画を読み取って、例えばいきなり一番高い上のものを買ってでもいいし、だからそのおもろいと思うやったら別にハイブラのセットアップとかも、ね、そうそう、それそういうおもろさもある。こいつやりよったらみたいな、ね、あの勝者っていうかあれはそのリアクションできねえ、みんなのどれおもろかったみたいな、ね、友達も今日おるんで、あと2人ぐらいみんなに見てもらいながら、みんなの苦手を取って、でフリー音源で自分 の, そのファッションショーの音楽まで決めて、俺の家でその格好で出てきて、そのリアクションで、あ、そういうことね。そこが審査場所ね。そう、審査に関してだ、音楽かけるファッションみたいな。そうそうそう。あ、何でも自由自在で。フリーで。一応下見に行ったんですけど、500円のパーカーもあったり、あ、3万のなんかシャネルのスニーカーもあったり。あ、そうなの。まあでも基本まあズボンと靴以外。うん、別に靴下でなんか見せちゃってもいいし、なんかね、ハットとかキャップとかね、おもろければいいでしょ。別に高くても安くてもじゃなくて、おもろければいい。そう、俺は結構あの帽子で攻めたいな。キャンプまた言わんとって、ね、とりあえず今から買って、あの、まあ、家で次もいきなりファッションショースタート、まあ、店の中は飛ばして、はい、おのおの買っていきたいです。参加しますか。はい、します。初めましてな。足立です。初めましてな。ということで、早速、はい、やっていきましょうか。じゃあ、行こう。セカスト。セカスト。え、あの、どうします順番は。え、結構、マシジムの、俺、最初に。ジャンケンする。え、どうしたの。でも結構、自信はどうある。いや、俺はあるね。俺も結構あんねん、正直。なんでないねん、逆に。ダメないやつが持ってる。買ったやつが好きなやつ。じゃあ、グーグー関係、これ。2。マジか、ありがとう。じゃあ3で。結構、おしゃれ系でいきましたっていうタイトル。で、おしゃれ系、まずおしゃれ系大前提、はい、おしゃれ系で、テーマが表参道デート。おお、やったやった。すいません。怖い。テーマは表参道でデートっす。表参道デート。もしかしたらそれも振りかもしれへんけど。だからそれいいね。いや、表参道で値段は？値段が、袋代合わせて1270円。え？1270円でこんだけやれるんだ。できるんだっていう、やっぱおしゃれリーダーとしてね。ファッションリーダーとして。うん。コーディネート組ませてもらいました。なるほどね。これで表参道で待ち合わせしてたら、お、マジか。1270円でいけるんや、表参道。いける。表参道は1270円でいける。歩ける。っていうコンセプト。あの、歌舞伎町デート。お前デートに引っ張られすぎや。歌舞伎町。デートっていうか、歌舞伎町。デートじゃなくていい。歌舞伎町で新宿で待ち合わせしてた時に、あ、お前、ええやんみたいな。かっこよ、いいねってなるぐらい人も引くわけ。で、何円だったら1000円だったら2200円。だから俺が一番近かったってもう一個いたって1200円おるからな。2200円で歌舞伎町で、うん、あっと言わせる。あっとってか、えって俺かっこよみたいな。でも一言目の会話が、うん、かっこよのコーデ。シチュエーションは、まあだからその、で、まあ、デートデートじゃないか、あのお出かけだね。お出かけ歌舞伎町に。歌舞伎町にお出かけするとこじゃない。俺はこれじゃあひまわりデート。あ、やばい。ひまわりみんなデート。ひまわり畑。ひまわりデート。何ひまわりデート。ひまわりデート。まあそれ謎でね。夏に置いとく。ひまわりってその花の日。まああれあの日もあるでしょ。じゃないかもしれない。あ、誰これ自分の顔を生かした。あ、ファッション。大事やもんな、自分の持ってるもん。この時点でプラ20ぐらいあるから、これだけ。30じゃん。値段は一緒だ、2200円。値段部門では一応、俺がちょっと踊りに行く。俺もしてないんですよ。そうそうそう、みんなしたいね。え、マジでその、もうここ表参道やと思ってほしい。オッケーオッケー。じゃあ、パッと俺が出てくるから。思ってる。
じゃあ、ローモテサンドのイルミネーションやろうか。じゃあ、やらないよ。どうやってやる。どこ光んのよ、お前の。お前がどこが光んのよ。流しながら来る。音楽は自分の好きなタイミングで。うわしたやつ、家から。自分の。はい、お前それだっていいの。なんか腹出てない。なんか今流行りやってそうだし。ああ、確かに。これをですね、表参道やと思ったらいい。これで、女の子がこれで来たら。あ、女の子。女の子。女の子。表参道こうで女の子編。編なんか柄物も入れて、結構。タイト、で、ここも、ここで誘惑しつつ、で、お腹も出して、でも意外と胸元は閉まってて、あ、なるほどね、そっちは閉めるっていう、そう、だからそんなにセクシーやけど、そこまで別に下品ではない。ありがとうございました。ありがとうございました。いいんじゃないですか。めちゃくちゃいい。待って、このまま本当にいらないめちゃくちゃエロさを感じるな。エロいな。そういうの撮りたい。ちょっとでも毛の処理ちょっと甘いけど。毛の処理ちょっと。ちょっとその顔だけ撮らないで、顔だけしといて今。恥ずかしい顔しといて、顔だけでいいから。恥ずかしい、はい、恥ずかしい。何がやろ。何がやろ、俺のこの顔。誰が見たいの、俺の恥ずかしい顔。恥ずかしい。多分ちゃうかった。音楽もください。はい。そりゃそうや。なんで悪いタイミングでこれ。行くんで。結構前奏で食べてくるんだよ。俺が横で恥ずかしがってくるんですよ。カップル系。わあ、いいね。重篤な表情。あ、いいね。めっちゃいい。表情っても大事だよな。吉野選手やっぱやんちゃやな。女もやんちゃバージョンに来るんや。お前やめろ。好きやけど、いつにこいつの経験人数がこいつ。これの経験人数。多分やけど名前にラ行入ってる。あとラナとかレミとかそっち系やろ。あともうラインの名前がさ、あのもう意味わかんないから欲しい。意味わかんないからいいとかね。普通の名前じゃないと。あとひらがな一文字。とかほんであれやろ、ラインミュージックの三代目とか。三代目ちゃんみなとかちゃんみな。それやん。いやけど意外と男心あるんだ。意外とそのワンナイト、向こうからはワンナイトと思われて人好きになっちゃったりとか、またそれで涙して、地元の居酒屋でリアル友達と朝まで飲んで、そのまま仕事行ってカラオケで飯を考えたみたいな。わーはいいけど、それないな。ピクニック気分で。ピクニック気分やっぱひまわりとやっぱちょっとそっち系なんだね。多分ピクニック日和とかじゃなくてピクニック気分。あらのどかな感じの。あーピクニックやな。多分優勝します。何その宣言。ピンク拾って。
ってんな。帽子とジュエリーのピンク拾ってるな。でもその帽子見たな、角にあったな。ほんで手袋のオレンジ。気づかなかった。急な手袋のオレンジ。手袋気づかなかった。それはエニタイムだ。すごいな。いいね。ベース外れ引いた時みたいな。大外れ引いた時の。なんかこういうグループいそうだけどね、なんか。決め台詞じゃない、一人一人。じゃあ俺から行きます。なんか来週なんか社長とかの社長に行くの。ボンジュール。サンドイッチはどこですか。誰にサンドイッチの場所を聞いてるの。パーティー会だ。パーティー会。一緒にパーティー。そうドレスコードやから。ドレスコードの海外とか。パーティー会場でその食事担当の人に。いいやこれ。だからいいですね。いや優勝やろ。マジで。このちょっとこだわってるところがあるやんか。そう、ね、狙いすぎてるからこれは。そうね。うん。なんかその脅威なんていうそので一番世界に入り込む。入り込む。顔とかも。世界観とか良かった。良かったじゃん。第1回ね。また第2回これやるし。全身も。